今回はこの子供を考察したことで真実に触れてしまった可能性のある読者の反応集を紹介します。11巻の鷹の目がシャンクスにルフィの手配書見せに行ってたところが東の海だったらシャンクスとのこの可能性高くない。語彙力なくてすみません。歌ちゃん妹欲しい、シャンクス吉北、牧野さん、こうだと微笑ましい。微笑ましいか。このノリだと牧野さんにビンタされて終わりだと思う。牧野さん歌ちゃんのためなら体張るわ、ってなるかもしれないだろ。なんだかんだでシャンクスであった方が嬉しいな。歌を置き去りにした後に、8歳下の女性としっぽり決めたのか、シャンクス。でもまた育児放棄したことになるから。まあ海賊なんてそんなもんだし女の方だってわかってるでしょ。シャンクスのカスっぷりが加速してしまうという事実。スレガだと赤っぽい髪色に見えるけどレッド関係で出てきたやつだと牧野さんと同じ黒または緑の髪になっているんだよね。でもカラーじゃないいつものモノクロだと白いんだよね。赤ちゃんの髪、シャンクスは白じゃないしな。シャンクス父の場合でも母の牧野にちゃんと預けてるからクズとかとは違うんじゃないのか。ドラゴンがルフィをガープに預けたようなもんだろ。歌という前例がなければな。歌と別れる前に仕込んだかもしれないぞ。エースだって長いことお腹にいたんだし。さすがに長すぎだろ、牧野さん自身死ぬだろ。最低でも10年はお腹にいることになってんぞそれ。ぶっちゃけガープに預けるのも大概。牧野さんがシャンクスを誘ったと考えればあり。待てよ原作だと歌は紅白の可能性もあるんだ。ちゃんと迎えに行ってる可能性もあるんだぜ。時期的にちょうど歌真実知って苦しんでた一方でそうとは知らずに子供こさえてる構図がやばいんだわ。歌が作られる以前から牧野さんの赤子は存在してるわけなんで。大丈夫だまだ何も詳細がないから後付けし放題だ。やはりあの人さんだぞ。おそらくこれが SBS でこすられることになったらそうなりそう。この赤ちゃんがシャンクスの骨折で話すと歌のことは触れずにはいられないから語るのは難しいの。赤子について触れた SBS がサボすら登場してない頃なんで父親候補はマジでシャンクスくらいしかいないのよな。いきなりプレイボーイ設定ついたベックマンも可能性としては出てきたけど。本当はシャンクスだったけど歌を出すと決めたから急遽別府にした感あるよね。女がいるならともかく子供作ったは歌がいる現在だとだいぶアウトだからシャンクス父親説が低くなったなとは思う。歌がいてしかも映画じゃあんな結末になったのに別の場所で子供こさえてるのは色々ひどすぎねえか。正直ヤソップとは比較にならんぞ。レッド見てない人も映画はパラレル派もいるんですよ。フィルムシリーズの過去は静止で映画の事件はパラレルってことでは。過去は静止と言われてるが実際にそれが漫画に描写されているわけではないのでパラレルって人も一応いる。漫画に描かれれば正式に静止と考えるみたいな。すでにシルエットとして原作にも登場してるのにはどう考えてるんだその人たち。実際にそれが漫画に描写されるまでって前提がもうすでに瓦解してると思うんだが。本当に原作のみしか見ない人はそこのシルエットが誰かあんまりわからないってよく言われてない。そういう人も歌を否定してるんじゃなくて本当に詳しく過去が描かれてるわけじゃないから原作にいるかあやふや状態なんで。原作でちゃんと描かれれば納得して受け入れるって人も多いよ。映画をよく知らない人があやふやなままなのは仕方ないし内心で思うだけならいいんだけど。歌も原作にいますって原作者がはっきり言ってる以上こういう設定持ち出して議論する場でも自分はパラレルだと思ってるからってのはノイズになるんじゃないかと。連動アニメとかエンディングとか見る限りこの子映画時空にもいるんすよ。心の中で思ってるだけならともかく歌が原作にもいるのは作者さんが明言してるわけだからこういう設定を議論する場で話に出されるのは仕方ないじゃ。今思いついたがミホークって説もビレゾン。東の海には普通に来れるわけだし。ま、結局最後まで触れられずに終わるかもしれんし好きな相手想像しとけばいいんじゃないか。SBS でわざわざ思わせぶりにあの人かなとかやってるんで本編で扱うとは思う。シャンクスのつもりだったけど歌を出すことに決めたから改変したんじゃないかと思ってるよ正直。歌がどっかで生き残ってて幕間で指定の初対面とかしてる可能性も無限にあんだろ。漫画本編しか見てない人には裏設定としてあるビオラ関連の話だって本編では匂わせ程度でしかないからな。本編ではっきり描かれない限り没設定でしかないと思う人もいる。まあここは願望すれみたいな感じ、出しキャラ批判はやめた方がいいと思うよ。当初はシャンクスだったんだろうと思うけどレッドやった以上シャンクスや赤髪海賊団の誰かだと色々とヤバいから設定なくなったんじゃないかなと邪推。かといってエースでもヤバいしサボでもヤバいからもうあの子の父親はネームドじゃないと予想している。オージャンプの先輩多分みたいに主人公の祖父のガープ説を提唱。シャンクスでしょ。疑いようがやっちまったもんは仕方ねえし。わざわざ歌のためにそこの設定変えたりはしないんじゃないか。副音声でもシャンクスの人生年表と照らし合わせていても問題ないようにしてるって言ってたはずだし。生き残って構成したヒグマ説。仮にシャンクスの子供だとして、歌の時の反省を踏まえて牧野さんに秒で預けた。歌は片着で頑張ってると思ってる滅ぼしたということになってるエレジアに近づいたらエレジア組を危険にさらすから近況を知らない。
なら少なくともシャンクス視点からすれば問題ないのでは。いやそもそもシャンクスの子供かもわからんけど。2年前の時点で歌が海賊嫌いの配信で活躍して情報も入ってきただろうし、シャンクスとしては一区切りついたと判断した頃合いだろうしな。原作での歌の話は大体あれな流れになるからあんま言うのもあれだけど、多分原作では新型電電虫が入ってきてないから配信もしてないと思う。そうすると本当に歌は元気に生きているだろうとシャンクスが思っていても不思議ではないし、まあ実際原作では歌が前向きに生きてる可能性もなくはない。もともとシャンクスのゴールや人生の流れは決まってて、歌はねじ込めそうなところにねじ込んだ、だからよほど設定変えることはなさそうな気もするんだけどな。ぶっちゃけヤソップを受け入れてるのでシャンクスもヤソップすると思います。なのでシャンクスはやった。村長との子供に決まってんだろ、あんなに一緒にいるじゃないか。それだったら村長の息子とかの方がまだ想像つくぞ。歌抜きでも昔ならともかく四皇になってからわざわざ東の海の村なんかに来れるかって感じが、調停者やってるシャンクスが来れるか来れないかで言ったらマリージョアに行くよりは簡単そう。この漫画って割と話のメインで出てくるキャラ以外割と位置と距離関係がバガバだから、そこはあんまり気にしてもしょうがない気がする。シャンクス一味が風車村からエレジアに短期間で行って戻ってこれてるし、ぶっちゃけ案内としたらできちゃったので、シャンクスも子供のこと知らないならまあありえなくもない。これだと思う。シャンクスはまだしもマキノさん否認しないタイプなのかよ。シャンクスが否認しないカスになってしまうよ。そもそも原作だとエレジア事件の後ゴードンと歌がずっとエレジアにこもってるとも限らないから、風車村で年の離れたお姉さんしてる歌は見たいかも。子供を拾って歌の時のようにしたくなくてちゃんとした人に預けに行ったとか、聖者でも相手してるつもりか。この子の父がネームドでこの先明かされるならシャンクスぐらいしか思いつかんな。正直フィルムレッド見てからはシャンクスの子供であって欲しくなくなった。過去スレだとベルメールさんみたく子供を育てたから母親になったとも言えるから産んだとも限らんとか、シャンクスが拾ってきた子を育ててるんだったら父親がシャンクスで母親がマキノになるだろって意見もあった。成長したマキノさんにもらってきたシャンクスが存在したかもしれないだろ。シャンクスからしたら歌はゴードンによって育てられてるし、頃合いを見てエレジアを出て幸せになってると思ってるし、別に他所で実質食ってても悪いことしてないだろ。ぶっちゃけもう親子ではないから好きにしても問題ないしな。離れていても俺の娘出してる男がそれは普通にどうかと思う。そういうことじゃなくて、あくまでも娘が養子として引き取られていった後だろうと、新たに下の子を作ることには問題ないでしょって感じ。歌とシャンクスは親子だよ。歌を下ろしたいと思ってた。実際に下ろした理由の一つとかを鑑みると、それは普通に意味わからん行動になると思う。預けたっていうか言い方悪いけど一方的に置いてったんだけどな。自分が死にそうだからロジャーみたいに子供残そうと思ったとか。この扉へ出たのももう10年ぐらい前だっけ。シャンクスの好みのタイプにマキノさんがズドンとハマったんだろうな。本人には言ってないとはいえ、離れていても俺たちは親子だとは言ってなかったか。関わる気はなくてそこまでバッサリ言っちゃいないだろうに。なんか歌とシャンクスについて悪意を持った見方してる人を結構見ると思う。なんだかんだカイドウもマムも実施は手元に置いてたし、四皇の子供って狙われやすいし、敵にバレたら危険だと思うんだ。シャンクスの子供だったらそこら辺どうなってるのか気になるんよな。